プレミアム G1 第10回ヤングダービー、いよいよ最後の準優勝戦を迎えました。第11レースのメンバーが颯爽と登場です。1号艇イルミ慶、2号艇高橋龍也、3号艇松本純平、4号艇松山翔吾、5号艇栗木翔、6号艇吉田雄平です。フォーム強い追い風安定盤をつけて行います。準優勝戦最後のカード第11レース、インには1号艇のイルミ慶。上がりタイムの差で上条を上回り予選トップ、これが大きな差となるか。勝てばファイナル1号艇です。1号艇イルミがイン、そして2コース2号艇の高橋龍也、予選ラスト待望の1着です。ドリームメンバー高橋。3コース3号艇松本純平、当時初登場でここまで来ました。そして展開あればすかさずというメンバーがダッシュに並びます。角4コース4号艇松山翔吾、5コース5号艇栗木翔は昨日この5コースからまくり座しての2着があります。6コースにドリームメンバー6号艇の吉田雄平。最後の準優勝戦第11レースはインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇のイルミスタートを決めています。あとは2号艇5号艇がじわりと出ていますが、最終1幕は1号艇のイルミが逃げる、2号艇の高橋がこれに続く、さらには4号艇の松山が指していますが、先頭は1号艇です。イルミ系スタートは前提正常でした。押し切った1号艇のイルミ、2番手2号艇の高橋がつけ、その後ろに4号艇の松山、1周の2幕は1号艇のイルミがトップで回ります。サキドル4号艇の松山を指します。2号艇の高橋がここはさばいています。2番手2号艇の高橋龍也、2点審査で4号艇の松山翔吾、目下の体型は1番2番4番です。先頭は早くも大きなリード、1号艇のイルミ慶が1マークをクリア。さあまた先にやってきます4号艇の松山翔吾、差しに構えた2号艇の高橋龍也ですが、さあここは先前から4号艇の松山の方が前へ出た、逆転です。2番手4号艇の松山となりました。3番手になった2号艇の高橋、上位体型が1、4、2となって2周の2マーク。先頭は1号艇のイルミ慶。さあ今度は2号艇の高橋が攻めてきましたが、4号艇の松山翔吾が2番手です。2番手4号艇の松山翔吾、大きなリード。2号艇の高橋3番手、体型が1番、4番、2番で最終周回です。先頭は逃げて独走1号艇のイルミ慶、そして2番手道中浮上の4号艇の松山翔吾、3番手が2号艇高橋龍也、上位体型1番、4番、2番、1、4、2の3連単のオッズは 10.8 倍。その後ろは3号艇松本純平と6号艇の吉田雄平が並び、最後方に5号艇栗木翔、先頭は堂々のファイナル進出となりそう1号艇のイルミ慶、そして2番手が4番の松山翔吾で1番4番の体勢。11レース間もなくゴールです。1番五輪、4番五輪、2番五輪、3番6番五輪、5番五輪です。